どうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、こちら。皆さん、トレントなんですけど、この前、ブルドラとの相性の、アンチ関係の、強化があったと思うんですよ。で、まあ、その前にもですね、一応、攻撃力が上がったりとか、まあ、森作りの性能が上がったりとかしてるんですけど、最近ですね、ガチで強い。マジで。で、トレントですね、上位勢の評価も結構変わってきてて、今結構強くないみたいな感じでね。まあ、もともと、まあ僕はずっと使ってきたんで使いやすかったんで、まあもっと弱い時から、でも全然普通に使えるキャラだと思ってて、まあそれで実際1700何度も行ってますし、はい。で、いいキャラだと思ってるんですけど、まあ最近ね、普段固定してない方でも強いって思えるぐらいの性能にはなってきてる。そんなトレントさんをね、今回使っていきたいと思います。まあ、お相手からブルドラが出てくるかはわかりませんが、ブルドラが本当に倒しやすくなりました。まあ、実際このキャラをですね、多分、森作りのロマンとか、触られずに一方的に殴るとかいろいろできるんで、この動画を見てね、育てるって方がね、出てきたら嬉しいなと思います。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。早速1戦目ですね。最近気づいたことがありまして、フェス予選の時に、ダサいリーダー、ダサい剣士の装備にして、そう、自分だってバレないようにしようかなっていうね、ことをしてたんですよ。まあ、それはいいんですけど、まあ、フェスも終わったじゃないですか、予選、とりあえず。まあ、次また始まるんですけど、そろそろ変えないとなと思って、いつまでこの装備やってんだろうみたいな。いや、大型引けんかった。札と大型あんま入んなかったから、噛み合わなかったから回したんだけど。引けんし、ちょっとこれまずいな。支援キャラでエルフとウィーチ両方とも引いてるのちょっとまずいっすね。でもね、トレント虹バッチじゃないですか。まあ、勝てるかわかんないですけど、大型一本しかいない時に、それをトレント引いてるとね、結構やってくれたりするんですよ。それをね、見せられたらね、嬉しいですね。やっていきましょうか。とりあえず、やべえのがいるな。オッケー。これ仕留めて。で、このね、配置の時のね、チビドラが結構強いんですよ。射程持ってるんで。オッケー、やってくれ。これでワンパンにされてしまう。ここだけ注意したい。三つ目ビーム。危ねえ。え？マジそれ。トレント頑張ってくれ、頼む。まだいけない。まだいけない、これ。倒せ、それで。オッケー、強い。ただ無理かな、これ、どうかな。いけるかな、言ってくれたら嬉しいけどな。このまま火炎でやりきってくんねえかな。あ、どっか行けなかった。でもなんか奥取ってるわ。行くか。奥に。うん。奥行こう。落城で。勝ったわ。落城勝利だけど。いいでしょ。ね。よし。なんとか。取られてしまったのはちょっとヒヤッとしたけど。サイクロガールからの、ダメージ耐性もちょっと持ってます。火ダメ剣。強いっすね。さあ、一戦目ヒヤヒヤしましたが、なんとか勝利。さあ、やっていきましょうか。二戦目ですね。まあ、基本的に大型戦負けないんですよ。まあ、もちろんそのロボとかは無理っすよ。ロボってもともと大型強いじゃないですか。ミノはアンチだけど、それ以外には勝つっていう印象が強いと思うんですよね、ロボは。まあ、もちろん相手が全然パンチ打たないで、トレントの森作りがぶ刺されば勝てるんですけど、あれ？なんでアリンコ出てんの？俺アリンコ補欠じゃなかったっけ？まあでもいいや。札的には相性いいんでいっちゃいましょうか。あれ？デッキ設定間違えてる？そんなバカな。アリンコ一本いっちゃおうかな。さあ、取りで欲しいですね、これは。で、スライムで抑えて。さ
さあ、リンコが掴まれてしまいましたね。うわ、めんどくさいのが出てきたな。マジでめんどくさい。どうしましょうかね。さて、一回スライムで抑える。あ、取られちった。最悪だ。まあでも流れは別に悪くないんですよ。森作れるからこれでね、下カバーできるんで、あとはリンコでちまちま圧かけたいなって感じで、ここからトレンドが勝ってくれたりするんですよね。 OK、 ナイス。さすがにその数は痛いな。てかホックスカマキリ強すぎな、マジで。オッケーオッケー、そこは倒したけど、ホックスカマキリがマジ強いで、まだいますもんね。カニ跳ね返せ、跳ね返すなよ。跳ね返しじゃなくて、なんだっけあれ、そう、無双無双無双。オッケー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 。そうそう、でもキャラもいねえわ。ナイス無双。お前強すぎだよ本当に。アシュラお前最高だ。無双無双アシュラ。あ、当たってないかもしんねえ。アシュラ無双、それ触って、触って、無双して、動いて。違うわ、そうじゃないんだよアシュラ。ラリンコに行ってもらって。まあでも多分これドローっすね、普通に。あ、ダイオン取った。ある、これこれあるぞ、点差勝利。剣士満帆なんで、あそこ。いや、ない潜んなお前まあいいでしょう。よくここから引っ張ったよ。アシュラがめちゃくちゃ強かった。まあ実際アシュラがカニにやられてもスライムもいるんでドローにはできるんですけど、まあいいでしょう。まあそうっすね、トレントがレドラとあとゴレ、特にこの2体に対してね、ほぼノーダメで倒しきることが可能。それが本当に強い。あと、キメラもいけますし、サイクロもね、やろうと思えばいけますし、あとは、なんだろう。まあ、いろいろと言える、いけるキャラはいるんですけど、足欲しいな。あ、行こうか。まあ、チビドラリーダーなのにトロール引いちゃいましたけど、ちょっとキャラ数が少ないのは気になりますけどね。ただ、札のパワーは高いですね。で、あと、ゼウスとかもね、噛もれるんですよね。それ、本当にでかい。ゼウス噛もれんのは。撃ってくんな。オッケーオッケーオッケー。撃ってこないな、マジでかいわ。すいません、ちょっと多分、外のバイクの音入ってる。取れないか。取れないけど、これ美味しいよ。超美味しいよ、これ。裏右にめっちゃ入るよ。はい。さあ、オークありがたい、マジで。多く切っちゃダメなんよね、そこね。切っちゃうと、そういう風に、大惨事になる。倒し切ってほしい。OK! で、ミノガね。さあ、ミノガは、削ってくれてますね。いい感じに。取っていく!それ素晴らしすぎる!コバドルいっちゃおうかな。ドーン。ドーン。トロールいっちゃおうかな。オッケー、素晴らしい。さあ、ゴレがもうそっちに出てくると。なるほど。はい、ボーンからのトロールボンバー。はい、ドーンからのトロールボンバー。ドーン、つえー、マジで。さあ、終わりっすね。強えわ。さあ、これで完勝ですね。いや、トロール頑張ったな。ダメ押しのトレントが詰まってるんだけど、順番待ちしないで早く前行ってほしい。虹バチだしな今回。最近ずっとソロ裏トレントでやってる、リーグ強いんだよな。さあ、ナイス完勝ですね。
よしよし、いい感じだ。よし。さあ、ラスト、行きましょうか。今、トレンド、結構頑張ってくれてるんで、だいぶ魅力を伝えられてるんじゃないか、とは思うんですけど、森作りの、ヒットをたくさんさせる位置があって、距離があるんですよ。そこにね、出すとね、もう相手ボロボロにできる。本当におすすめ。それができるなら、それができるならば、それを狙うのがおすすめですね。まあ、いっか。あ、また同じ方だな。いつ当たったっけ、タイミング。1個前だっけ？だとすると、ゴレと、ミノガか。どっちかかな、じゃあ。撃たなきゃダメだな、もう一発。さて、亀が出てくると、オッケーオッケー、亀はね、カモなんですよ。チビドラさんがいるんでね。チビドラさん、チビドラさん、あ、オッケーオッケー。そう、これ、砦削ってるのに、砦に反応しながら火炎を撃つっていうのがあるんですよね。ほら。さあ、オッケー、亀をやっていく。これでかいですね。このまま砦を削ってもらいましょうか。で、一応実はバイクがいるので、この裏通しましょう、穴を。スッ、ナイス。さあ、いいですね。さあ、全砦取りました。もう速攻で。バイクは犠牲にしましたが、まあ、砦を取れたんでいいでしょう。で、出てきたのはゴーレム。さあ、これです。皆さん見てください。位置がですね、この位置です。ほんとはこんな位置切らないですけどね。こんな前に切らないですけど。よいしょ。はい、ガリ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 、この位置。この位置。この距離、この距離、この距離、この距離。が、森作りフルヒットしやすいです。フルヒットっていうか、ヒット数が、ヒット数稼ぎやすいです。さあ、ドーン。ドーン！うわ、もう頑張るな。何があったんだ、お前一体。もうめっちゃ頑張るな。さあ、いいですね。十分頑張ってくれましたね。コストもあり余ってるんで。干渉しましょうか。さあ、全然もう3倍来ない。2倍しか来なかったですけど。確か。うん、いい感じ。じゃ、ゼウスとか、まあ、ゴーレムに関しては別に森作りフルヒット無理やり狙う必要ないんですよ。森作りさえ発動すれば遊んでくれるんで。ただ、ゼウスとかね、やっぱタイマーの倒すときは森作りフルヒットを狙える距離を保ってあげるといい。最大射程よりも、1マス、2マス、手前。に森がいっぱい入るんで、中心が。その距離を保ってあげると、大ダメージ出ます。はい、というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。今回ね、やっていったのはトレントです。まあ、かなりね、面白くていいキャラだと思います。で、実際裏で固定しないで、裏引きでも強いキャラ。30フル装備であっても、リーダーのブルドラを倒し切ったりすることもあります、究極の。はい。なので、かなりいいキャラなんで、よかったらね、皆さんぜひ育成してみてください。僕はね、ずっと固定します。まあ、固定するかどうかはもう本当にお任せします。別にしても損はないですよ。でも、お任せしますが、まあ、面白いキャラだと思います。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。